母さんもこうして欲しかったと思う。ゆり子の婚礼の日にこの打ち掛けを着るのが夢だった。でも私たちが苦労してるのを見たらお母さん幸せでいられないでしょう。思い出を抱いて娘と共に。早く取って。うるせえ。目的だけでは持っていけばいい。おい、何年やってんの。どうされました。おじさん大丈夫ですか。大丈夫です。いや大丈夫じゃないですよ。見てわかります。どうされたんですか。構わないでください。いや僕もいつも助けられてるんで、僕にできることがあれば何か言ってください。子供たちが妻の仕掛けを奪った。食物を買うために売りに行くとこだったのに。そんなことがあったんです、僕のこの作った傘で食べ物でも食べてください。いや、そう。お願いします。申し訳ないけど見逃せない。
どうぞ来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。